沢彦子総音は、戦国時代から安土桃山時代にかけての、臨在州明神寺派の層。後に大十字。万事元氏版の遠方伝統録によると、各地をへっさん案疑した後に、明神寺東海派の安秀習慣のもとにたどり着き、安秀から因果を受けた。明神寺、第一座となり、それを辞した後は、美濃の大宝寺の十字となった。小田氏家臣。 平手正秀の依頼により基地法師の教育係となり、信長が長じた後は参謀となった。また、自陣した平手正秀の菩提を弔うために建立された正秀寺の解散も務めた。信長が美濃国を攻略した際には、稲葉山城下の井の口について改名を進言し、中国、州の古事に習い騒ぎこの挙げた紀山、祈願、祈王、 岐阜の三つから岐阜が選ばれたとの説がある。また、信長の政策である、天下府部も、沢彦の信玄によるとも言われる。その後、明神寺、第三十九世十字となり、それを辞した後は、随流寺に住んだ。天正十五年十月二日自弱。上京三年、円通無下禅寺の号が可視された。海鮮正規と兄弟のちぎりを結んでいたとされる。なお、 愛知県図書館所蔵、ま秀事故自記がほとんど唯一の資料である。ありがとうございます。